高杉晋作は、1839年に生まれ、幕末長州藩の尊王攘夷志士として活躍した人物です。14歳の時、ペリー来航を目の当たりにし、外国への脅威を感じた高杉は、18歳で吉田松陰の松下村塾で学びました。長州藩で高杉は、才の草加に対し、智気の高杉と言われ、物事を大局的に見通す能力、独創性という点で評価されていました。高杉の功績として、騎兵隊を組織したことが挙げられます。きっかけとなったのは、23歳の時に藩命で上海に留学に行った際に、西洋諸国の支配に苦しむ秦の姿を目にし、武士だけの軍隊の脆さを感じ、階級や身分を超えた町人や農民からも兵隊を集め、騎兵隊を作ったとされています。